日本のゴルフ界に風穴を開ける先鋭的バラエティー、ゴルフ武勇伝。精度の高いプロダクツで数々のツアープロたちをバックアップする GMA の代表として長年にわたりプロたちをコーチング。また音楽レーベルバトルクライサウンドのプロデューサーとしても活躍を続ける岡崎晃壮が今週もナビゲート。真剣勝負、そしてやや辛口なトークにもご期待ください。ゴルフ武勇伝。舞台は都心から車で60分のオールフラットなチャンピオンコース。緑と水と光があふれる平川カントリークラブ、名門メンバーコースでの戦いです。戦いもいよいよ後半戦。迎えたのは458ヤードの7番パー4。良いフェアウェイ、思い切って打てるホールです。ツアーを支える名物キャディーたちがプレイヤーをサポート。宮下優子がゲームの進行をアシストします。はい、はいはい、今月は5週ありますので、はい、今週2ホールと来週1ホールと、はい、まあ、来週っても今日1日で撮ってるから。んな、まあ、毎週毎週こんなテレビクルー集めてやったら破産しちゃうよ。いやいや、そこなしだから。こいつは高いんだもん。そこなし。自分行きます。それ以上行くと。はい。7番ホール458ヤードです。右ドッグレッグのパー4です。ルフィになっちゃうから。お願いします。暴言王に俺はなる。苦しい時期を乗り越えた今、巻き返しの時。宮里三兄弟のビッグブラザー、宮里清プロ。受けた。めっちゃ受けた。宮里プロのティーショットです。じゃあ、ティーショットです。超える？超えるべよ。ダメかな。カサって言った。なんかちょっと言いましたね。右ラフ、ほい、フェアウェイセンター。うわあ、やっと、いやー、ね、気持ちよかった。野球少年から研修生を経てゴルフでも才能を遺憾なく発揮。若き日々には世界を相手に腕を磨いた自称埼玉の星、寿司石垣プロ。お願いします。寿司石垣プロのティーショットです。ショットです。おい、たかしに怒られる。怒られますよね。あっちにやったけど向いてなかったカメラが。テクニック、みなぎるパワー、そしてその飛距離、彼こそがミスター武勇伝、立山光弘プロ。右からフォローです。ちょっと前出て言えよ。立山プロのティーショットです。うわれ、あんまり満足してないから。ダメ、うん、ダメよ、ダメダメ、全然ダメだよ。なんで俺練習の時なんかピシャッて振れんだろう。手は痛い、腰は痛い、髪の毛は薄くなってくる。何にもいいことないや。ああ、教師。全部そっくり変わってあげたいけどね。あ、全部ね。全部。本当に。こっちが。何にもいいことないや。よし、ワンブリー。ふ。岡崎コーチのティーショットです。お、お。いい球だけど引っ張っちゃった。それぐらい振らなきゃダメですよ、もっともっと。あら、全然ひどいや。どこ行ったんだろう。はあ、今足プリッと打ちそうになった今一瞬。そろそろ車椅子。プロは全員がフェアウェイへ。伸び伸びとしたショットで距離が大きく出ました。岡崎コーチは左サイドのラフです。
岡崎コーチ残り215ヤードです。クラブは4番ウッドです。岡崎コーチの2打目です。おお。おお。これやばいな。おナイス。ハンデホール、ハンデホール。ラフは難しいんだわな。なあ、抵抗がすごいんだわ。無駄な抵抗はよせ。何ビビってんの今。宮里プロ残り137ヤードです。クラブは9番アイアンです。宮里プロの2打目です。おいナイスです。しゃあ、照れんない気持ち。めったに映してもらえないからいっぱい喋っとけ。ずっと映してくれるんですよ。あ、そうか。仕事だから失敗しよう。照れちゃうんだろ。ありがとうございます。立山プロ残り130ヤードです。クラブはピッチングウェッジです。立山プロの2打目です。フォロー吹いただけでこの距離感の悪さと屁の臭さ。え、がっかりするよな。寿司石垣プロ残り128ヤードです。クラブはピッチングウェッジです。寿司石垣プロの2打目です。中途半端ですよね、なんかね。岡崎コーチ残り28ヤードです。クラブは60度です。岡崎コーチの3打目です。なんで60度なんだよ、チッチキチ。ごめんなさい、私は。PS です。すいません。チッチキチ。強い。これ。60度ならぴったり。シンクっちゃった。なんでこういう時だけ芯食うんだべ。はあ、チッチキチチッチキチ。宮里プロのセカンドショットはカップそばへ。バーディーを支柱にしたも同然だ。寿司石垣プロと立山プロはやや距離を残した。立山プロのバーディートライです。うわ、ライン乗ってる。小崎どうぞ。転がりそうに見えるもんね。小崎失礼します。立山プロこれを入れてパーです。スープ。ナイスパーです。キャン。キャン。岡崎コーチのパーパットです。これはちょっと…キャン、どこ読んでんだよ。すいませんでした。いや、ちょっと右押し出しちゃったんだ。あれノリだったら大変だよ。ノリだってあれだな。ほんと岡崎コーチ、これを入れてボギーです。岡崎コーチ、ボギーです。寿司石垣プロのバーディートライです。ナイスタッチ、ありがとうございます。これを入れてパーです。盛り上がらない感じ。ナイスパーです。宮里プロのバーディートライです。ナイスバーディーです。このホールは宮里プロが悠々とバーディーでホールアウト。プロに2ストロークと迫りました。残すところは2ホールです。
迎えた8番は距離のあるパー3、左サイドの池がプレッシャーとなります。さあ一打で捉えられるか。はい、ということで、はい、パー3、パー3です。8番ホールの214ヤードです。 OKOKOK、okay, okay, okay. はい、ところでさ、なんか盾が言って、何盾？いや寿司が調子がいいと、調子がいいんだしつって、パンティ履いて、パンティ履いてて、おいちょっと出せよ、いきなり大丈夫だよ。どういうパンティ、どういうこと、どういうこと、後ろどうなって、後ろ後ろ普通これ自分で切ったんで、しかもあのこう、それなんリボンがついたんで、リボンがついてリボンは恥ずかしいんで切ったんです。それなん女性ものってこと、女性のとこ行って買ったっす。こんなでかいサイズあんの？あったっす。L の一応一番でかいの買って、プリプリプリって引っ張って、もう今。そうすると何が調子いいの？何が調子いいの？動きがいいんですよ。こう。バックスイングで右に寄って左に行くってこと？いや、なんか歩きやすいんです。へー。普通のアンダーアーマーのインナーとかじゃダメなの？それ見たことないです。あ、ここにゴムついてるから嫌なんだ。なそうです。なんならノーパンでもいいぐらいなんですよ。大丈夫、ゴルフパートナーさんからクレーム来ない？あ、もうやめましょう、これやめてください。そうだ、そうだ、そうでした、ね、はい。それだけど中にゴルフパートナーってちゃんと刺繍入れといたらいいと思う。調子いい時はもうキティちゃん履くんですよ。キティちゃん、ハローキティ、ダメだ、もうやめましょう、これダメです、うん、すいません、いやカットしないで使うよ。もうダメだ、ね、やめてください、いきます、お願いします。いや今の全然大丈夫だろ。うん、大丈夫だよ。ジャンボ鶴田みたいだったね。俺プロレスラーのパンツかと思ったよ。違うね。いや、動きやすいんですよ。動きやすい。はい、280円買いました。アンダーマン奥に怒られるよ。動きやすいんだ、アンダーマン。本当ですか？いや、履いたことないんでね。今度あげる。ありがとうございます。宮里プロ、クラバー7番ウッドです。宮里プロの。グー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 なってんだけど。今私？うん。すいません。宮里プロの T ショットです。おいおい、はい、飛べ、ゲイ、ナイスショットです。キティキティだよ、キティはキティ石垣にしちゃえばいいじゃん。キティ石垣でいいじゃん、お前。なんでキティって言われた時に何て答えたんですか？ジャイアントババとか、こう絡みにくいって言われた。早く打てよ。面白い。最後、最後のココナッツクラッシュだ。長い。誰が連れてきたんだよ。すいません。それもわざわざ岡山から。キティ石垣プロ、クラブは4番アイアンです。キティ石垣プロのティーショットです。あー、動きやすかった。ゴー！超短い。まあ上に当たりました。だけどいい球だよな。あ、タイトルです。キティリストです。キリスト。キティリストです。これ行かないんじゃないの？これね、飛ばないんですよ。飛ばないので。飛ばないこれ。飛ばないです。ダメじゃん。20がいいです。これまっすぐ行かなかったんだよな。それ誰作ってるクラブ？宮城。宮城さんです。ゴルフパートナーの宮城さんです。ゴルフパートナーの宮城さんです。立山プロ、クラブは何番ですか？一般売りしてんの？してます。宮城さんが作ったネックスゲ。はい。宮城さんとあれじゃんね。あのヨネックスにいたやつ。立山プロのティーショットです。いい球だな、これ。行ってない。これ行ってない、行ってない。全然行ってない。まだそういえば小山君から連絡来ないね。来年 GMA が2試合やるって言ってるのに、レギュラーツアーでね。え、貯金しよう。岡崎コーチのティーショットです。なんであんな引っ張っちゃうんだいつも。あぶね、大丈夫大丈夫、やっぱりそれはダメですよね。
そう、穴っていうか、ボールあったとこそこだからね。そこまで下がっていっちゃって、何なんだよ、場所。ここからすっげえ遠くにありますよね、ボールのあった場所。明治生まれだから仕方ないんだ、明治の大砲だ。どうでもいいんだスイングなんか。岡崎コーチ、残り26ヤードです。クラブは60度です。岡崎コーチの2打目です。もうナイスです。ナイス。あのせっかちさがいいね、喋ってる最中にもう打っちゃう、我慢できないとこが。立山プロ、クラブは砂です。立山プロの2打目です。かあ、スパイシーね、スピン大丈夫か。ダッサい。俺ってめっちゃガニ股だな。すげえ反応したよ。寿司石垣プロ、残り14ヤードです。クラブは52度です。寿司石垣プロの2打目です。入れ。おー、おー、惜しい。めっさ転がる。もっともっと。逆逆。下りに下りに下りに。まあ、すごい。なんでやねん。絡みづらい。入っていいやな今の。あ？何回回ったかな。分からない。もう今ここで視聴者プレゼントです。寿司石垣は何回回ったでしょうか。回答の方にはゴルフパートナーから先です。寿司石垣プロのパーパットです。ナイスパ。ナイスパーです。宮里プロだけが見事ワンオン。寿司プロは2打目のアプローチが惜しくもわずかに届かず、すでにパーでホールアウトしています。宮里プロのバーディートライです。お、バーディーマシーン。はい、はい。宮里プロこれを入れてパーです。先です。ゼップ。ナイスパーです。よっ、出番だよ。任してください。任してください。暑い。踏むなよ。全然踏んでません。暑い。俺はストレートに読むんだよ。大正解。先生か。あれ暑くねえ。いや大丈夫。いや暑いって。今日は暑いです。うわ寒かった。寒っ。立山プロのパーパットです。あ、めっちゃ緩んだ。暑いから緩むんだよこれ。これを入れてボギーです。知ってます。すいません。立山プロボギーです。暑かったかも、暑かったかもしれないですね。そう、緩んであそこですもんね。うん、あいつのせいや、あの野郎の。ちょっと今日一番の仕事しましたね。あのドヤ顔めっちゃおもろいやけど。岡崎コーチのパーパットです。あれ、岡崎コーチこれを入れてボギーです。惜しい。曲がるね、ここはね。
信じられない。最高値ボギーです。このホール宮里プロもパーでホールアウト。スコアはご覧の結果です。メールをいただいております。40代男性からいただいております。ツアーで20代や30代前半の選手たちに負けずに戦い続けているベテラン選手はどんな努力をしているのでしょうか。それともやはりもともと体力や体格に恵まれているのでしょうか。何か共通点はありますかといただきました。みんなパター上手いですよね。残ってるよね。パター上手いですね。そうですね。谷口にしても、ね、まあ谷原もそうだしね。谷原しょっちゅうよかったけど、だ目がいいんじゃないですかみんな、うん、目と勘と。いややっぱりあれなんだ、カスさんと話した時にシニアなんか行ったらみんなアプローチとパター壊れてるんでしょ。やってた人がなおさらやってた人はどんどんやっぱ病気になってくんだわ。そのイップスっていう、だあの崎山君みたくあんまりあの青年の部で活躍してなかったのに今大活躍らしいじゃない。崎山すごいらしい ね、 そうですね。俺は崎山対策はもう練ってますからねお前もどちらかというと崎山系だよ。ツアーも一勝もせずに。いやいやちょっと一緒にしないでもらってもいい。いやいやいや全然違うでしょ。いやそれは違うよけども崎山対策俺に任せてる。いや実績的にはそうだろうっていう話全然違うと思います。だ俺立山シニア行ったらすごいことになると思う。なんないと思いますね。なんで。いや分かんないけどでも崎山対策はね何回も言うけど何を崎山対策って。テレビじゃ言えない。それは踏みしめちゃうぞって。いやそうです。教師もちょっとパターダメだよな最近。パターは全然大丈夫です。大丈夫な、はい。その辺あんまり今日入ってなかったね。今日はちょっと入ってなかったですね、うん、ダメじゃん今日。いやいや大丈夫です。ほんとパターはまだどっちかってちょっと自信ありますね。パターキヨシうまいよねパター。前はね前はねパターはちょっと自信ありますね。まだスジもちょっと前来た時より相当良くなってんじゃないの。ゴルフ的にショット良かったです ね、 ね。僕がショットがいいってないですからねなかなかね。はなかなかね。そうっすか、うん、そうだと思うけど。なんか隣で変なのがサングラスかけてる。デニーロだてかまあ白けたとんでもない番組だよなよくやってるな俺だな。なんで自由だいぶ自由な感じですね。ゴルフ武勇伝番組公式サイトでは秘蔵映像も公開中。テレビの裏側お見せします。番組へのご意見、ご感想もお待ちしています。次回、この戦いもいよいよ最終ホール。あの高行の右でいいよ。嘘嘘本当どっち。捕まってればまだ光が出てる。全然このフォローが全然大丈夫だ、ね。ちょっと右行ったらアウト。いやだけどあのちょっと左目に捕まえ気味がいい。好調の寿司プロに最後まで食い下がる宮里プロ。果たして勝算はあるのか。硬いねお前硬いあんまり右行くなって言ったっすよね。真夏の熱い戦い次回もお見逃しなく。おー